やはり雪村殿と会えば捨てぬ夢。優しいの雪村と同じだ。どうか雪村に最後のお別れをさせてやってはくれんか。なぜそこまでして命を懸ける。
終わりにしようかね。
これ勝ち番でもないの？ああ、もちろんだ。悟空も踊るか。悪魔の馬を取り殺せ！
突入。しいことじゃないんだ。ゼラゾーンを全て撤退させ。天正12年、北陸の猛将マスター成政は清盛城を急襲。助右衛門は窮地に陥っていた。刑事は清盛城へ救援に向かう。死に体であった清盛の兵たちの目に光が宿った。傷の痛みなど血のたぎりで感じぬも、迫り来る決戦を前にスケーモンは奮い立つ。それで私にどうしろ。やっぱりあんた、私がくのいちお前に狙われる覚えはない。これを見て思い出さない。もう一つ富士の紋章、くのいち無常。今まであんたを殺すことだけを考えて生きてきた。今こそこの恨みを